はい、おはようございます。今日もよろしくお願いいたします。さあ、前回からね始めました。いろんなものをですね、キンキンに凍ったジョッキに入れてね飲んでみようじゃないかってことで、初回がですね牛乳をね入れて飲んでみました。なんかね、何入れて飲んでもねプハーってなりそうで、めっちゃ美味しくなりそうな気がするんですよ。で、2回目の今日はですね、こいついってみようと思います。豆乳ですね。で、僕ね基本好き嫌いないんですけど、豆乳に関してはね苦手で、これね、幼稚園ぐらいの頃ね、おばあちゃん家の冷蔵庫にあって、牛乳だと思い込んで飲んだらね、豆乳やったんですよ。で、おえーってなって、それ以来ね、飲んでないんですよね。もうね、豆乳業界の方申し訳ないですけど、めちゃくちゃまずいイメージがあるんですよ。なんですけども、そのね、キンキンに凍ったジョッキに入れて飲んだらね、スカッといけそうな気がするんでね、今日それやっていこうと思います。よろしくお願いします。さあ、出ましたよ。殿下の宝刀、キンキンに凍ったジョッキと豆乳。さあ、どんな感じだろうな。なんか1個じゃね、少ないかなと思ったんでね、2個買ってます。美味しいか、これ俺ね、苦手なんすよね。入れます。見た目は牛乳、白い、うまそう。匂いと味かな。やっぱほら、1個だったら足んないっすもんね。2個買ってきてよかったけど、2個も飲めるかな。2個目オープン。シャキッと、よいしょ、こぼれるなよ。 OK、 よいしょ。うわ、苦手。あれ5歳だったかな、5歳ぐらいの時なんですよね。おえってなったんですよね。今日は動画なんで、おえはできないぞ。よし、行ってみましょう。よし、匂ったらダメだ。匂わず行きましょう。じゃあ、キンキンに凍ったジョッキシリーズ第2弾、豆乳、飲んでみたいと思います。いただきます。乾杯。あー、お、飲めた。ああ、大人になった。うわ、まずくない。なるほど、ちょっと豆っぽい。うわー、これは健康にいいんでしょ、多分。だったらしょうがない。タンパク質はそんなに多くねえか。なんだこりゃ。まあいいや、全部飲めた。よし、大成功。いやー、なんかね、やっぱね、キンキンなんでね、ちょっとね、周りがシャーベット状になってますね。なんかね、初回の牛乳飲んだ時よりは、でもなんか美味しく感じましたね。不思議だね。多分ね、相当僕ね、苦手なイメージ持ってやってたんで、今日それのちょっとハードルが高すぎたっていうか、いや、うまかったっすね、今日のはね。本当によかった、マジで頑張った。はい、というわけでね、このシリーズね、どんどんね、まあ、続けていこうと思います。いろんなものね入れてね飲んでいこうと思ってるんでね、このキンキンに凍ったジョッキシリーズ、ぜひね次回の動画もご視聴よろしくお願いします。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。イエス。